ソチカルコ、または、ショチカルコは、メキシコのモレロス州にある先コロンブス紀の遺跡。古典気候期に繁栄した。中央メキシコ以外にマヤなど、他の文明の影響が見られる。保存状態が非常によく、アステカ以前の中央メキシコの文明を知るための重要な遺跡である。1999年に、世界遺産に登録された。ソチカルコとは、ナワトル語で、 花の家のある場所を意味し、ソチカルコを代表する建造物である羽毛の蛇の神殿が華やかに装飾されていることにちなむ。ソチカルコ遺跡はモレロス州とクエルナバカの南西の丘の頂上と斜面に位置している。丘は周辺から120メートルほど高くなっており、漆喰で作られた溶壁によって遺跡全体は巨大なピラミッドのように見える。ソチカルコは 古典紀行記念マイナス900年頃に中央メキシコの主要な都市の一つとして栄えた。同時期に栄えた他の都市にカカシュトラやテオテナンゴがある。当時はテオキワ感が衰え、中央メキシコに権力の空白が生じた不安定な時代だった。ソチカルコの立つ丘の周辺には外敵から自衛するために城壁や堀を築いていた。 世紀には1万人から1万5千人の人口があった。900年頃に外敵の侵入内し反乱によってソチカルコの町は破壊され放棄された。アステカ時代にすでに遺跡になっていたが、アステカではここを墓地として使用した形跡があるという。放棄されて以来人がほとんど住まなかったこと、1922年に 考古学地域として保護されたことによって、ソチカルコの遺跡はよく保存された。ソチカルコについては16世紀のベルナルディーノ・デサー軍が、すでに記述しているが、1791年に、ホセ・アントニー・アルサテイ・ラミレスが詳細に記述してから、広く知られるようになった。1910年に、初めて羽毛の蛇の神殿の発掘が行われた。1992年から、 メキシコ国立人類学歴史研究所による調査発掘と保存作業が行われた。羽毛の蛇の神殿マヤ風人物南の球技場天文観測所ソチカルコで最大の建築物である大ピラミッドは2つの日付を刻んだ石碑のある広場の上に建っている。最も有名な建造物は羽毛の蛇の神殿と呼ばれ、タルータブレル様式で作られた基部の上に神殿が建っている。 神殿と基部は豪華なレリーフで覆われている。タルータブレロのタルーの部分に八匹の羽毛の蛇がうねる様子が描かれており、これが建物の名称の由来になっている。人物の絵は耳は首飾り、大きな頭飾りをつけたマヤの様式で描かれている。突き出したタブレロ部分にはソチカルコによって征服された三十の都市と思われるものが記されている。神殿にも 軍事的な主題の絵が描かれている。羽毛の蛇の神殿の近くでは、首のない人間の胸から心臓を取り出して、犠牲として捧げる様子を描いた像が出土している。他にアステカと同様の新しい日の祭りを描いた像がある。ソチカルコからは3つの球技場が発見されている。特に南の球技場は大きい。 天文観測所は採石場を利用して作られ、部屋の屋根部分に筒状の穴が開いている。4月30日から8月13日までの105日間のみ、ここから火が差し込み、残り260日は火が差さない。ソチカルコの3つの石碑には3人の王の名や誕生、即位、没年などが記されている。このような石碑は中央メキシコでは珍しく、 マヤないしサポテカの習慣を借りたもののようである。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。